今回その3分の記憶っていうことなので、はい、いろんなとこを巡りながらお話を伺いながらちょっとピンときたものを見持っていっていただきたいです。サムエアインザスノーっていうのを撮ったんですけど、その打ち上げで来た場所です。多分とっつきにくかったっていうのは事実で、っていうのは私が他人を好きになってなかったっていうのはあるかも。すごい酔っ払ってきた今日はもうそういう回だと思って。そういう回です、正解です。アスパラすごいですよ。味違います。違う、まずね食感が違います。あのもうジンギスカンよりアスパラがメインですねいただきます。うん、おいしい。うん、すごいおいしい。これ葵さんのパフォーマンス、あの見に何回か行かせてもらったんですけど、ありがとうございます。なんか見ててすごいなんかこう寄り添ってくれてる感じもするし、突き放されてる感じもするし、なんか無言だけど喋りかけられてる感じもするみたいな不思議な感覚になったんですよ。はい。でその時ってなんか何を考えて踊ってるんですか。なんか観客の反応とかも見てるんですか。意識はしてます。でも、最近はあんまり考えることをやめて、とにかく自分がその世界観に没頭することによって、見てる人っていうのはギュッと引き込まれていく。なんかこれを実感したのはつい最近なんですけど、3月に奈良の東大寺でお水取りっていう春を告げる、春を神様に告げる儀式があるんですね。でその儀式の前の日に修二会っていう、こうお坊さんの行があるんですけど、見る人はこう格子状のこの隙間から見るんですよ。で中でそのいろんなことが行われてるんですけど、歌っていうか読んでる途中に叫びとか、なんか地残だ踏むみたいなドーンドーンって音とか走り出したりとか、でそれをこうずっと見てるの。そうこうしそう、でも見ちゃうんですよ。なんかね深夜の2時過ぎまで続くんだけど、私9時前ぐらいに行ってずっと終わりまで見てて、結構長い時間ですよ。そう寒いし、足もしびれてくるんだけど、なんか見ちゃう。そう引き込まれちゃう。そうなんです。なんか今まで私はその何かこうパフォーマンスしなきゃとか、あの思いすぎてたなと思って、もちろんそれも大事なんだけど、こう何か自分がその世界に入り込んだのを映画的に見るみたいな感覚っていうのをもういいなって思ったから、だからこそその前の準備がすごく大事で、一体何を伝えたいのかとかちゃんと考えるようになりました、ここ数ヶ月で超最近の話。いろんなものにそれこそ影響して影響されてるみたいなところって、そうだからなんか無駄な時間ないなっていうか、逆に無駄こそ意味があるなみたいな思いましたね。めちゃくちゃぬか漬けもしてる。そうですね、もうかれこれ3年ぐらい作るとやっぱ大事ですよね。その今も何でもすぐ手に入る時代じゃないですか。なんかコーヒーも頼んだら来るし、でも朝起きて豆をひいて、でお湯を注いで時間をかけるっていうのがすごく時間を細分化して、遠回りなんだけどその分こう重厚感のある時間を過ごせるっていうか。そう今日なんかみんな野菜から作ってレストランやって、すごいな、もう頭が上がらないですね野菜も育てたいって言ってた。育てたいです。でも自信ない今は、ずっと見なきゃいけない。そうですね、
なんか気軽にやりたいとか言えないなって思いながらも、でも言ってかないといつまでもやらない自分がいるんじゃないかって、なんかこの5年後にこの YouTube とか見て言ってんじゃん自分って思ったら絶対やる気がしてて、だから言ってこうと思うし、そうなんです。今なんか挑戦したいことリストナンバーワンで言うと優先順位は何ですか？なんだろう、なんだろう、仕事以外か、なんだろうな、子育て、子育てしてみたいって思います。でもやっぱ踊ったりしてるとタイミングっていつなんだろうって結構考えて、なんか考えるものじゃないとは言われるけど、実際考えないとやっぱ周りの人にも迷惑かかるし、とか思っちゃいますね。なんか難しいんだけど、簡単なようで難しいけど簡単な問題なのかなとかなんか思ったりして、顔めっちゃ赤くなって、暑い。考えが止まる瞬間ってあります？あります。すっごい考えてるって印象がある。あ、考えすぎって言われるタイプかも。うん、何も考えずパーみたいな瞬間ってある。あ、眠い時。眠い時さっきだってすごい眠くなって、なんかマイクとかマイクつけてんのかリボン絞ってんのか立ってんのか分かんなくなって、そんな瞬間こうやってなって。全然あります。睡眠が大事なタイプ。はい、なんかうまくそれを作れなかった時期も あるから。あ、なるほど。それこそお酒飲んでる時ってあんま別に考えてなくて、でも生まれてきちゃうから、はいはい、溢れてくる水を吐き出すかのようになんか流して、別にそこに責任は伴わないので無責任。そう、まあ、飲みたい人飲んでみたいなあ、この私が。そう、なんか普段はこう井戸を作っちゃうんだよね自分で。あ、溜めちゃう、溜めちゃう、溜めて、うん、ちゃんとろ過してみんなが飲める状態作んなきゃなんだけど、なんかお酒飲んでる時もなんか溢れ出てきてから、うんうん、あとはみんなそう、もう任せたってちなみに旦那さんの前でどんな感じなんですか？変わります？あ、でもこんな感じかもしれない。あんまり変わんないのかな。あ、そうなんです。変わるかな。どう変わります？お、怖くなる。え、どうなる。両方ツンデレ、甘えん坊。あ、そうかも。なんか人が第三者がいるとちょっとこうツンツンするんですよね。それは多分相手に見せるのが恥ずかしいから。あ、まあ、そうか、そうか。でも家にいる時はもうすごいなんかもうこんな感じで頼ってすごい酔っ払ってきた私多分こんなに本当に酔っ払って喋ること、うん、映像その撮影されること初めてかも。あ、本当に、ま、あの前 あったけど、うん、お酒そんなに強くないから、うん、ちょっと様子見だったんだけど、今日はもうそういう回だと思って。そういう回です。正解です。ちょっとこう印象的にやってるパフォーマンスとかこうメディアに出てる感じとか、こう喋ってないと結構とっつきにくい感じの。あ、よく言われました。でも全然こう喋ると違いますよねって言われますよ。言われます、ね、言われます。でも最近は、うん、多分とっつきにくかったっていうのは事実で、うんうんうん、っていうのは私が他人を好きになってなかったっていうのはあるかも。へー。多分その好きになれない、ならないと好きになってもらえないというか、なんていうの、心開かないと開かれないから、それはすごくなんか自分が悪かったなっていうかやっぱすごい殻が強かったです。それなんかその殻が少しずつ緩んだきっかけってなんか大きいことで言うと、こうある舞台で踊った時にこうその今までいい反応しか来なかったものが、うん、悪い反応も、あ、まあ何て言うかネガティブな言葉をいっぱい来た時に、うん、なんか私はこれを一体何を信じていけばいいんだろうって、うん、すっごく落ち込んだし、本当人が全部怖くなるぐらいになったんだけど、じゃあ何を信じて生きていけばいいんだろうってなった時に、うん、やっぱ人だ。それもちゃんとフィジカルな、目の前の
人間だと思ってもっとこう開けましたね。それこそ家族へのなんか気持ちも変わったし、旦那さんへの気持ちも変わるし、とにかくそばにいてくれる人が大事なんだと思ったから、こうなるべく人と会う時はナチュラルでいたいというか、なんかこう変になんかこう一枚殻を張るんじゃなくて、そうそう、なんかナチュラルな自分出して受け入れられなかったらもう別にそれはそれでよくて、だからパフォーマンスに対してもなるべく等身大の自分 を見せたくて、無理ないんだけど無理してるような、でもやっぱそれが私みたいな、うん、なんか余白があっていいんだって思いました。今までその余白作っちゃいけないっていうか、割とよく見せたいとか考えてたんですけど、まあ、別にいいのかと思って、ちょっと囚われなくていいのかなって思うようになった。そうですね、うん、最後の大まとめ3分、うん、うわ忘れてた、やばい半分忘れてた。でもいい感じの酔っ払った時の3解放された3分ちょっと見せていただきたい。もう自由にいきましょう、ここは最後なんで。めちゃくちゃ笑ってる。なんでいや今頭に書こうと思った言葉がちらついて自分で笑っちゃった。何気になる、ハードル上げちゃった。確かに。それ書いてほしいです、ぜひ。走りますね、ペンが。ちょっと入んなかった。はい、じゃあ今日の総集編です。はい、お邪魔します。私はマイクロキュウリ、丘スープを転がって、美しい場、土とグラタンが走って出会うジンギスカン、汗と涙を拭って格好が泣く北海道はでっかいど、地球はでっかいど、でっかいど、あい、かっこです。いいですね。あ、面白いね。なんかもう3分パフォーマンス見に行きたくなる。なんかこれででももう一つのパフォーマンスできそう、うん、でも思ったけど、うん、これ多分普段の生活してたら絶対できない文章なんですよ。あ、まずジンギスカンってこう読むんだとか、なんかかっこが泣いたらその植え時とか初めて聞いたから、うんうん、私はマイクロキュウリとか、マイクロキュウリっていうキュウリあるんだとか思いますしね。やっぱ3分書くんだって思ってるから、うん、その瞬間に集中してました、ね、本当にそうですね。だから今度からどこ行くにも3分を書こうと思いました。はい、インスピレーション、はい、いい旅でした。ありがとうございます。じゃあみんなでジンギスカン食べましょう。食べましょう。